クーズです。今回は前回に引き続き美容クリニックの体験動画です。はい、お待たせいたしました。今回のテーマは配布やってきました。それでは早速体験している施術風景ご覧ください。撮影協力してくださったクリニックはこちら、恵比寿駅西口から徒歩3分のレディアス美容クリニック恵比寿。女性専用のクリニックで、今回私が施術を受ける配布以外にも脱毛やアートメイクもできちゃうそうです。詳しくは概要欄に書いておきますね。それでは道順から行ってみよう。今回私は JR 恵比寿駅の西口改札を通っていきます。改札を抜けたら正面向かって右側に曲がって外に出ていきましょう。通りの向かいにあるモンベルは結構昔からあるビルなので、これは目印になると思います。今自分が歩いてきた道を振り返ると、はい、こんな感じで恵比寿駅が見えます。さあ、それでは進行方向に戻っていきましょう。あ、左側の地図のピンも動いているので、それを目印にしていってください。ここの通りのね、お魚屋さんもずっと昔からあるので目印になると思います。さあ、それではここの角を右に曲がります。で、しばらく直進するとモスバーガーやチョコクロなんかのお店がありますね。はい、1個目の交差点着きました。斜め前向きました。目的地見えました。一応徒歩3分って書いてあったんですけれども、信号がスムーズに行けば徒歩2分ぐらいでクリニックまでは着きます。はい、レディアス美容クリニック恵比寿到着いたしました。このウッディ町とグリーン豆印のビルです。それでは早速ビルの中に入ってみましょう。はい、手前にすぐエレベーターがあるのでこちらに乗っていきます。7階のボタンを押しましょう。到着しました。方向音痴の私でも難なくお店まで着くことができたので、皆さんも大丈夫だと思います。クリニックに到着したら、まずはカルテに記入していきましょう。続いて施術前には医師の問診を受けましょう。顔の施術を受ける場合、一度きれいに洗顔します。はい、これでもう施術室へゴーです。はい、そもそもこの動画にたどり着いた皆さんは、配布ってなんなんっていう疑問があると思うので、私配布の動画は2本目となりますが、改めてここで配布について説明していきたいと思います。配布とは、ハイインテンシティフォーカスドウルトラサウンド、これの略です。日本語に直すと高密度焦点式超音波。真皮やスマス層、皮下組織に超音波エネルギーを与えて、皮膚表面にはダメージを与えず、体や顔のたるみを引き締めることができるリフトアップ機器、それが HIFU。 HIFU の機械はメーカーによっても特徴が変わってくるので、今回使っていくマシンについて続いて説明していきたいと思います。今回私が使っていただいたのはこちら、ウルトラフォーマー3。ウルトラフォーマーのカートリッジは全7種類あって、顔から体の各部位までたるみの引き締めが可能です。それから照射時、皮膚の温度上昇は65度から75度、これは他社製品より高温なので、リフトアップ効果やコラーゲン生成が期待できます。みんなが気になる痛みレベル、これはソノクイーンよりは痛みがあるけれども、ウルセラやダブロよりは痛みを感じにくい、そんな機種らしいです。カートリッジ全7種類はこちらです。照射する深さによって打つ場所が変わってくるので、どこに打つのかっていうところを分かりやすく枠組みしてみました。一般的な美容クリニックでは、だいたい顔周りのところを中心に扱っていると思うので、 1.5 ミリから 4.5 ミリのカートリッジを使っているクリニックがほとんどだと思います。自分が通うクリニックが一体どのカートリッジを使用しているかというのも事前に確認しておいた方がいいでしょう。
私が今回使っていただくカートリッジはこちらの3種。それぞれ照射する深さによって効果も変わってきます。ご説明していくと、 2mm の目元・額用は肌の張り改善効果や毛穴の引き締め、小じわの改善効果が期待できるそうです。頬用の 3mm は真皮深層にアプローチしてたるみを改善してくれます。一番深い 4.5mm はフェイスラインと顎用、皮下組織と表情筋の間にあるスマス層にアプローチをして奥からぐんと肌を引き上げてくれます。実際に使っていくマシンをチェックしていきましょう。今画面はモノクロですが、照射中はこちらの画面がカラーになるそうです。使用していくカートリッジもそれぞれ見させていただきました。照射していく面はこんな感じになっています。続いてこれが 2mm なんですけど、これポイントです。私が以前他のクリニックで照射していただいたそのクイーンの 2mm のカートリッジのこの当てる面は円形でした。わかりやすく写真で比較してみましょう。はい、こちらがそのクイーンの 2mm と 3mm の照射口です。それぞれ全然形が違いますよね。で、2mm なんですけれども、長方形タイプのカートリッジだとなかなか届きにくい細かい場所への照射がそのクイーンだと可能なんだそうです。この威力を発揮していける場所は目の際とか口の周り、眉の下など本当に細かい部分だけど照射していきたいポイント、こういう部分に威力を最大限に発揮していく機種のようです。洗顔が終わったので、これから施術スタートです。ウルトラフォーマー3ステップ1、まず最初に 4.5mm を使ってスマス層を攻めていく。皮下組織と表情筋の間にある筋膜、スマス筋膜に照射して熱を加えることで肌の奥深くからぐんとリフトアップさせていきます。この時皮膚の中で起こっている状態を分かりやすく説明すると、焼肉です。赤身のお肉がジューッと焼くことによって茶色に変わっていくごとにちょっと縮んでいく、そんな状態が皮膚の中で起こっているって考えてください。分かりやすい。照射中は全体的にトンカチで細かくトン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 って叩かれているような感覚です。注意してほしい点はこちらの2つ。1つ目は口周りは歯根に響く可能性がある。2つ目は顎下は皮膚が薄いため熱を感じやすく、焼かれているような強い痛みが出やすいです。いきなりもう上げていきます。通常で1回当ててみますか、この周知みたいに。はい、はい、わかりました。じゃあ先にちょっとマーキングを取らせていただきます。 4.5mm って一番深く入る層なんですけど、神経がある場所危なくて当てられないので、この口の真横ですねと目の下はここは避けていきます。ここのエリアですね、ここから内側は当てられないです。ここから上も目の神経が大事なもの走っているので、ここから下を当てていきますね。それ以外は基本的に全部当てていきます。顎下も行くので、顎下まで一緒に行っちゃいますね。でフェイスラインとこの頬骨のところと顎下の3箇所がちょっと痛み感じやすくなると思うので、はい、最初当ててみます、うん、いきますね。どうですか。あ、これが今標準のパワーです。上げれます。大丈夫です。はい、ちょっと上げていきます。どうでしょう。いけますね。いけます。まだ全然我慢できますね。もうちょっといけそうです。もう一個上げちゃいましょうか。今がマックスですね。いきます。どうでしょう。この位置はいけます。あと内側に行くと多分痛いと思うので。絶対そうですよね、はい、あとこの辺ですね。大丈夫ですかね。すっごいあったかくて気持ちいい。あ、本当ですか。この深
い痛いやつは2列しか当てないので、はい、ここが我慢できれば大丈夫ですかね。すごい焼かれてる感じが。そうですね。でも我慢できない痛みじゃないですね。あ、よかったです。めっちゃ細かくつねられてる感じが。あ、確かにそうかもしれないです。今度顎下いきます。顎下はもう皮膚が薄くてちょっと熱いので1個だけ下げます、はい、これでも標準より全然強いので、はい、次ぐらいからちょっと熱さ感じます。大丈夫ですか。はい、あ、大丈夫そうですね。続けていきます。全然でも前回の機種と違う。あ、もう全然違う。確かに向こうの方がちょっとマイルドなので、次最後です。いきますね。はい、大丈夫そうですか。ウルトラフォーマー3ステップ2、 3ミリでタイトニングとコラーゲン生成していく。神秘深層に照射することでコラーゲンの生成を促していきます。これは熱によって一度細胞を壊して再生していく、その新しい細胞に生まれ変わることで肌に張りも復活していくっていう原理みたいです。最初に説明した通り、ウルトラフォーマー3は照射温度が75度まで上昇する機種。そうです、他の機種よりも上昇する温度が高めなので、その分脂肪が燃焼する効果も期待できます。注意したい点は、口周りは歯根に響く可能性があるということ。もう一つは 4.5 ミリを照射したのと同じ部位に照射するので、痛みを幾分感じやすい人もいるようです。焼かれてる感が半端ない。熱くなる。そうなんです。え、全然違う。多分これの時点で効果が絶対強く出るのは分かると思うんですけど。違います。そうなんです。じゃあ今と同じ2個上げた状態で続けていきます、はい、で同じ場所を重ねていくので、どうしても熱がもう入ってる分ちょっと感じやすくなるので、うん、痛かったら入れてください。はい、左に外側からいきます。大丈夫です。はい、たっぷりお肉があるんで、ここは大丈夫です。あ、そうです、ここエラーもあるので、うん、え、これはすごい、全然違う。実はこの当て方っていうのが、うん、基本こうメーカーさんで決まっているので、大体もうこの当て方でやれば効果出ますよっていうのがあるんですけど、あとはもう皆さん看護師さんとかの経験値によって、ここを当てた方がこういう人にはいいとかっていうのがあるので、多少こう変えてるクリニックさんとかナースさんも多いと思うんですけど、ショット数っていうのはクリニックによって全然違います。本当にコストダウンするところだと全然ショット数打ってくれなかったりとかします。ちょっと口をこいきますよ。大丈夫ですか。はい、少しだけ唇の上に乗りますね。ここは唇の上はレーザー出てませんのでご安心ください。大丈夫でしょうか。はい、今度は横方向に当てていきます。自分の中にだけ感じるこの細かい音って、はい、体の中で何が起こってる。熱が入ってる音ですね。単純に、まあ、機械の反響もあると思います。もう少し上の方、はい、私たちは聞こえてないんですよね。当てられてる人にだけ聞こえるミシミシって音がありますよね。そうなんかピリピリミシミシみたいな、うん、
ことがね、みたいなんですが、どうでしょう。少し内側ですね。そして顎先ぐっと上げていきます。ありがとうございます。終了ですね。顎下はこの2層しか当てないので、もう当てません。右側は。はい、でこの後は一番浅い2ミリといって表皮のところですね、当てていきますので、ここはお痛みは全然今より減っていきますので。ウルトラフォーマー3ステップ3、2ミリで毛穴引き締めと小じわを撃退。4.5 ミリ、3ミリ、2ミリの順に頬やフェイスラインを照射していくことで、3層の奥の方から肌の表面に向かって徐々に綺麗にタイトニングをしていくことができます。最後に2ミリを照射していくことで毛穴を引き締め、小じわ改善効果も期待できるそうです。注意したいのは、目の周りは熟練した施術者に任せるべし。どこの部分も神経に当たらないように気をつけて照射してもらいたいですけれども、特に目の周りは施術者の技術が発揮されるところです。また左向きしていきます。外側からいきます。これは多分浅くなってるの分かると思います。あ、なんか音が全然違うなんか軽いですよね。軽いですね。でも厚さはなんかしっかりある感じ。そうですね。痛み大丈夫ですか？大丈夫です。はい、続けます。すごい。大体もうウルトラフォーマーとかで一回打っちゃうと、その後違うファイブいけないって人が多いです。はい。終了ですね。この後額といきますね。額にも幾分効果は出るんですか？あ、出ます。あの、この上から引き上げてあげることによって、うん、眉毛の位置が高くなったりとか、あの、まぶたも当てます。上まぶたも当てるので、こう重たい目の人はちょっと目が開きやすくなったり、額幅が広くなるような感じです。この辺ちょっと響きやすくなってくるので、皮膚が薄いので、はい、痛かったら教えてください。大丈夫ですかね。はい。響くようなことがあれば教えてください。はい。大丈夫ですか？大丈夫そうです。結構響くとき頭の方まで来るのでわかると思います。うん、ああ。来てますか？大丈夫です。大丈夫ですかね？おお。響きますよね。
だから頭蓋骨に。そうなんですよ。これ2ミリ。はい、これ2ミリ。響いてる音も全然場所によって違う。あ、そうですね。うん、すごい。感動。全然耐えられるレベルですね。しかも。あ、よかったです。結構苦手な人は、もう全然弱くしてくださいって人もいます。下げちゃう人もいるので。なんか噂だけを聞いてると、はい、本当にやばいぐらい痛い。って思うという怖いじゃないですか。はい、そうですよね。全然いけた。パワー、え、これガーゼパワーなのかわかんないですけど。あ、なんか全然いけました。よかったです。前より響いてないのがなんでだろう。ちょっとじゃあ左もマックスでいきますので、痛かったら教えてください。痛いのは終わりましたので、はい、で中間層できます。中間のヘッドも終わりました。起き上がって見ていただきますね。で、起き上がっていただきまして、よいしょ、このままお渡しします。はい、あ、男性取りましょうか。あ、ちょっと膨らんでましたね。すみません。これにて施術終了。肌の奥の方からぐっと引き上がった気がします。うん、勘がいい人は見てても気づいてましたよね。今回実は目の周りも私きっちり照射していただいておりました。ただこの部分の当て方はクリニック独自の技が詰まっているということでしたので撮影ができませんでした。ごめんなさい。ただ攻めてるなーっていうね、まさに秘技、もう相当独自な当て方をされていましたので、もし興味のある方は実際ご自身で予約を取ってレディアス美容クリニック恵比寿で施術を体験してみてください。その際の注意事項なんですけれども、施術者全員が同じ技術を持ち合わせているというわけではないそうなので、もし私と同じ施術者の方をご希望の場合は必ずご予約時にその旨をリクエストするようにしてください。詳しくは概要欄のリンクからお問い合わせしてくださいね。さて、ここで問題です。この日私はウルトラフォーマー3を使ってトータルで何ショット打ってもらったのでしょうか。669ショット。普通のお顔のサイズの方だったら700ぐらい全然入れてます。はい、どこのショット数が変わってくるもんなんですか。ちょっとずつプラスしていく。はい、プラスしていきますね。でここのトータルがしっかり入っていきますので、ここが少ないクリニックさんがすごい多いです。なるほど。はい、すごくお値段を安くて行ってみたら200ショットだけとか。じゃあマビーってやってる。はい、そうです。はい、これは今日撮影だからとかじゃなくて、な全然普段もこれ以上は絶対入ってますので。すごい。はい、お帰りなさい。いかがだったでしょうか。施術風景ご覧いただきました。もうね、
動画内でも私何回も言っている通り、あれがリアルな声よ。全然違う。そして結果もね、みーちゃん違うよね。ちょっと見て、全然、え、ビフォーアフターでこのぐらい違います。施術後の帰ってきた後の頬のほってり具合とかも全然レベルが違います。全然違うわ。まあ、それぞれ機種にはいいところがあって、前回体験したソノクイーンっていうのは本当に痛みに弱い方向けだから、私も全然痛くないな、これで大丈夫なのかなっていう感覚で施術できたんですけれども、今回のウルトラフォーマーは本当にこうガチめで結果出していきたい人向けっていう感じです。動画内でも私言ってますが、今回はマックス出力で当てていただきました。あの箇所によってね、この辺の首の皮が薄いところとかは1段階出力下げてもらったりとか、あのその場所場所によって変えてもらってはいるんですけれども、憧れのマックス出力でやっていただきました。それでも全然受け切ることができました。なんなら歯の染みる具合、なんかきしむ感じは前回よりも柔らかかったんだよね。ほんとね、出力高めなのに全然できたんだよね。めちゃめちゃおすすめしたいです。その辺が伝わっていたらいいな。なのでこの動画を参考にぜひ施術受けに行っていただけたら幸いです。それでは今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。次は何